おはようございます、ただいまから決算特別委員会第一分科会を開会いたします。本日は環境政策局の審査を行います。また新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止するための対策を講じた上での委員会を開会しますので、委員及び理事者におかれましては円滑な委員会運営に格段のご協力をよろしくお願いいたします。それでは質疑のある方は挙手願います。はい、結構です。ここで確認のため質疑通告者と順序を申し上げます。道畑委員、伊坂委員、川島委員、大津委員、富委員、樋口委員、国本委員、上谷委員、下村委員、森田由美子委員、久保田委員、井上義弘委員、加藤愛委員、津田委員、山根副主査、小島委員、片桐委員。通告もの方いらっしゃいませんか。では順次発言を許します。道畑委員。道畑委員、おはようございます。私、環境政策局の、まず一発目は行財政改革について少しお伺いしたいなというふうに思っております。先日の本会議で我が会派の富委員から質問させていただいたところですけれども、市長から、集中改革期間の最終年度となる令和5年度当初予算において確かな成果がお示しできるよう全力に傾注すると力強い答弁がありました。で、この行財政改革の取り組みの推進にあたっては、行財政局だけではなく、すべての局が、主体的に取り組んでいかなければならないということなんですけれども、まずは環境政策局においての取り組み状況を少しお伺いしたいなと思います。横山環境企画部長。はい。環境政策局におきましては、局の歳出の約9割以上を、ゴミの収集、適正処理等にかかる、経費が占めており、このゴミの収集、処理体制を効率化することが大きな課題の一つであると認識しております。この間、民間活力を活用した委託化の推進に取り組んできたところでございます。ゴミの収集業務においては、令和6年度委託化率 70%、さらには令和9年度に、委託化率 75%、5% の目標を掲げ着実に委託化を進めており、令和3年度における委託化率は 63% となっております。またクリーンセンターの運転監視業務の委託化も順次進めており、令和4年度当初から北部クリーンセンターの委託化を始めたところでございます。委託化以外では庁舎の施設の LED 化について CO2 削減はもとより経費の削減を通じて行財政改革に貢献する取り組みとして推進しているところであり、令和3年度は文化市民局において区役所支所等の LED 化を実施いたしました。また有給資産の活用にも積極的に取り組んでおり、旧魚原リサイクルセンターの跡地を令和4年3月に売却したところでございます。以上でございます。道畑委員。今聞いてますと、委託化や LED 化とか、有給資産を活用するという形で、ご質問、着実に取り組みが、進行しているということなんですけれども、令和3年度から5年度までの集中、改革期間と定められ、早期に財政効果の発現が見込まれる歳出の見直しなどが行うとされていますけれども、環境政策が行っているこの見直しでね、今までのご説明あった見直しで実際に財政効果は出ているのか、そのあたり のご見解をお願いします。横山部長。はい。令和3年度決算におきましては、ゴミの収集業務の委託化で、約4600万円、それから旧魚原リサイクルセンターの売却で7億6100万円の合計約8億円の財政効果がございました。このほか北部クリーンセンターの運転監視業務の委託化及び区役所支所の LED 化におきましては、令和4年度に財政効果が生じることを見込んでいるところでございます。以上でございます。道畑委員。そうやって具体的にやはり財政効果の金額がやはり示されないと
効果というのが数字で表せないと、やはり市民のいわゆる中で共有されないというふうに思いますので、しっかりと数字化をしてやっていただきたいなというふうに思っております。次に、ゴミ搬入の手数料の見直しについて少しお伺いしたいなと思います。行財政改革において、受益者負担の適正化として手数料の総点検が進められているというふうに思っております。で、先日、新聞報道でゴミ搬入手数料が値上げをすると決まったような記事がございました。すでに値上げが決まったこの、報道でしたけれども、これまでのまずは状況について教えていただけますか。中野循環型社会推進部長。はい、ゴミ搬入手数料の件でございます。新聞報道の件につきましては、先生方に多大なご心配をおかけしているところでございます。ゴミ搬入手数料の現状につきましては、本市の厳しい財政状況のもと、行財政改革の取り組みの一環といたしまして、本年1月に京都市廃棄物減量等推進審議会、こちらの方にゴミ搬入手数料等の今後の在り方ということで諮問をさせていただいているところでございます。現在この審議会のもとにゴミ搬入手数料等検討部会を設置いたしまして、部会の方で議論を重ねているところでございます。新聞報道につきましては、先日10月3日に開催されました第5回の部会でのやり取りをもとに報道されたものと考えておりますが、現段階におきましては部会での審議途中ということでございまして、部会での結論が出たものではなく、当然答申案が固まったとかそういった状況でもないということでございます。以上でございます。道畑委員。で、新聞報道の少しで聞きたいんですけれども、正確に新聞報道でここはまだ決まってないと、 でも新聞ではここで報道されていると、でここはまだ途中なにもかかわらず、いわゆる決めつけのような表現があるというところがあれば、具体的にそこはしっかりそこ教えていただきたいなと思います。中野部長。はい、先ほど申し上げましたように、ゴミ搬入手数料につきましては、現在京都市廃棄物減量等推進審議会の部会において審議をしているところということでございまして、現段階で何かこの部分については固まったとか、この部分はまだ何か結論が出たとか、そういった状況にはございません。道畑委員。新聞報道はすごく決まったような形で報道されてるんですけれども、あれを見た市民というのはもう決まったもんやという形で、やはり認識して、やはりそこを受け止めると思うんですね。やはりそこはやっぱりしっかりと、まだ決まってないことは決まってない、ここはこの文章は間違ってるは間違ってる、そこをしっかりやっぱり環境政策局として言うべきことはしっかり言っていただきたいなというふうに思っております。で、率直にやっぱりお伺いしますけれども、ゴミの搬入手数料について値上げを環境政策局として考えておられるのかどうなのか、ここも少しご意見をいただきたいなと思います。中野部長。はい、先ほど申し上げましたように、ゴミ搬入手数料は今部会の方で審議中ということでございまして、部会での審議の中においては排出事業者責任ということで、排出事業者がしっかり負担をすべきという原則がございます。こういった考え方であるとか、あるいは民間リサイクルを促進する観点、それから本市の財政状況も含めまして、ゴミ搬入手数料の改定というのは一定必要というような議論はございます。ただ先ほど申し上げたように、具体的な金額について決まった結論があるというような状況ではございません。新聞報道で例えば持ち込みごみの金額で、市民が1000円から2000円にみたいな見出しなんかもございましたが、この2000円という数字につきましても、ごみ搬入手数料を検討する前提として積算しました、現在かかっているごみ処理費用のことが2000円ということでございまして、この水準まで改定するかどうかということの結論が出ている状況ではないというところでございます。環境政策局としてどうかということでございますが、現在審議会部会での議論をしているところということでございますので、この議論を見守って、審議会の方での審議を経て、答申がなされた上で環境政策局としてしっかり議論をさせていただくと、このように考えてございます。道畑委員。今ご説明の通り、これから審議会でけんけんがくがくの議論をされるということなんですけれども、現状ではまだまだコロナ禍の影響で市民も事業者も同様に厳しい状況に置かれているという中なんですけれども、その上でやっぱり本市の財政状況についても厳しい状況であると、
で、市民や事業者も厳しい、京都市の財政も厳しい、極めて厳しい中でゴミの搬入手数料について本当にさまざまな、バランスの中で最良な形を見つけていかなくてはいけないというふうに思うんですけれども、やはり当然我々議会での議論を経てその判断がなされるものと思っておりますけれども、こうした点を踏まえて今後どのように進めていくのか、最後に、決意をお伺いしたいなと思います。山本環境政策局長。はい、行財政改革の動きを契機といたしまして、本年1月、ごみ搬入手数料等の今後の在り方についてを、審議会に諮問いたしまして、議論を重ねてきていただいたところでございます。大きな論点といたしましては、先ほど議員から指摘ございましたけれども、本市の厳しい財政状況、あるいはコロナ禍の下での市民、事業者の皆様の厳しい経営状況等を踏まえる必要があること、また、ごみの排出事業者責任がある中で、本来負担していただく排出事業者にしっかりと負担していただくことなどがございます。こうした課題に対しまして、最適解、最もふさわしい答えを導き出すのは、非常に難しい判断が必要であるというふうに認識しているところでございます。今後の流れといたしまして、部会での結論を受けまして、京都市廃棄物減量等推進審議会での議論を経まして、京都市に答申がなされるというわけでございますけれども、本市といたしましては、審議会からの答申、市民、事業者の皆様の状況等を踏まえつつ、議会の皆さんとしっかりと議論してまいりたいと考えてございます。よろしくお願いいたします。道端委員。本当に丁寧な議論をしていただいて、しっかりと市民に説明責任も果たしてやっていただきたいなというふうに思います。その次に、再エネについて少しお伺いしたいなというふうに思っております。再エネ の、飛躍的な拡大について、2050年 CO2 排出量実質ゼロ、2030年 46% 削減という高い目標の実現のために、再生可能エネルギーの飛躍的な拡大が必要であると私は思うんですけれども、市内最大の再生可能エネルギー源は太陽光発電であり、地球温暖化対策計画において2030年度までに市内の導入量を250メガワット、ほぼ倍増することを目標とされていますが、設置コストが下がってきているとはいえ、依然として費用面でハードルが高いというふうに思います。で、これまでから京都市では市民や事業者に対してさまざまな支援を行っているというふうに思うんですけれども、まずはその取り組みと実績の方をお伺いしたいなと思います。中田エネルギー政策部長。太陽光発電設備等の設置補助につきまして、令和3年度は太陽光発電設備389件、蓄電池246件、太陽熱利用システム1件、太陽光発電設備については過去累計で12258件の支援をしてまいりました。また補助によらない支援といたしまして、太陽光発電設備のグループ購入事業を実施しまして、令和3年度は714世帯にご参加いただきまして、市場価格比 28% の価格低減効果を出すことができ、544世帯が購入契約に至っております。またゼロ円ソーラープランを提供する事業者と施設の所有者とのマッチング支援につきましても行っており、これについては令和3年度から住宅用プランも新設して、事業者5件、市民9件の導入に至っております。これらの取り組みによりまして、市内における太陽光発電設備の設置戸数は令和3年度で 17,277 戸、平成30年度比では2271件増加しておりまして、これまでから太陽光発電設備の導入促進に貢献してまいっております。道端委員。今聞かせていただくと、本当にいろんな多方面でいろいろと支援をしているという答えなんですけれども、再エネの導入促進に向けて、市民や事業者への個別の支援も不可欠ですけれども、やはり市民の皆様の脱炭素に向けた機運を高めていくということが、市内の先進的な取り組みモデル地域を具体的に生み出していくこともやはり重要かなというふうに思っております。そうした取り組みの一つとして、脱炭素先行地域について第2回の公募が8月末までに行われて、本市も提案も改めて検討し、提出すると、もうされたんですね、提出はね。でされたというんですけど、まだ結果が少し出てるのかどうのかわからないんですけれども、現状の状況はどうなっているのかお伺いしたいなと思います。中田部長。脱炭素先行地域について第2回の提案については、より一層京都らしく全国のモデルとなるように提案を検討いたしまして、8月の26日に国に提出したところでございます。今後10月下旬以降に結果が公表される予定でございます。道端委員。まさにもうすぐ
いわゆる結果が合格なんか不合格なんか結果が出るということなんですけれども、まあ脱炭素先行地域の計画については第1回の提案に盛り込まれていた、伏見工業高校跡地及び上下水道局用地に、脱炭素仕様の住宅街区を、整備するほか、その他の要素も加えて京都らしいモデルを検討されていることであったんですけれども、まあそこでも残念な結果になったんですけれども、もう第2回の公募に対してどのような内容で提案されたのか、特に、京都らしいという面では京都の宝である、まさに持続可能性を体現してきた、まあ自社について気候変動型の危機にいかに対応し、脱炭素化していくか重要 だと思うんですけれども、そのあたりどういうふうになったのか ご所見をお伺いしたいなと思います。中田部長。今回の提案では伏見エリアを中心により一層京都らしくまた全国のモデルとなる取り組みとなるように地域コミュニティの核である文化遺産商店街住まいにおける脱炭素転換を図って市内全域に波及させていく内容としております。とりわけ京都の長い歴史の中で地域の心の拠り所であり持続可能性を体現してこられた自社において脱炭素化に取り組む意義は極めて大きいと考えておりまして、文化遺産の脱炭素転換モデルを構築していきたいと考えております。具体的には再エネ 100% 電気への切り替えや関連施設駐車場等に景観に支障を及ばさないことを前提に工夫して設置可能な場所への再エネ設備や蓄電池の設置等を推進していくことを想定しております。まずはこうした取り組みの意義について丁寧にご説明をしご賛同いただける自社を募ってまいりたいと考えております。また第1回の提案に盛り込んでおりました伏見工業高校跡地および上下水道用地では上下水道局用地では約3万9000平米の面積に民間活力を使いまして再エネ省エネを組み合わせたエネルギー収支がゼロとなる住宅を整備し建物の屋根を最大限活用して太陽光発電設備蓄電池を導入していくと持続可能な暮らしを実践する新たな住宅街区を形成するということも引き続き盛り込んでおります。道畑委員。まあ、本当に伏見も自社仏閣たくさんございます。先日もご厚遇で3年ぶりに大きなお祭りも実施して非常に地域が盛り上がったということですので、やはりその歴史と文化の自社についてね、やっぱりそこも利用というんですかね、協力していただくような形でお願いしたいなというふうに思っております。まあ、今後の取り組みについて、まあ、2030年 46% 削減、2050年 CO2 排出実質ゼロに向けて引き続き省エネの飛躍的な導入促進や脱炭素先行地域のような国と連携した取り組み、本市の取り組みを充実強化していくのが必要だと思うんですけれども、今後、どのように取り組んでいくのか考え方と決意をお伺いしたいなと思います。お願いします。犬田地球環境エネルギーの担当局長。はい、今ご紹介いただきました2050ゼロ、それから2030 46% 削減、これ大変高い目標でございます。まあ、国の方でもこの目標を掲げられまして、京都市と連携してということになっております。脱炭素先行地域言うていただきました、このしっかりモデル作りをしていく、そこで再エネ、省エネをしっかりと進めることで、まあ、そこをですね、広げていくということが大事と思っております。もともと京都は2050ゼロを全国の自治体に先駆けて宣言したところでございまして、国の方針になりました。しっかりとしたモデル作り取り組んでまいります。以上でございます。市畑委員。本当にゼロという高い目標に向けてもうあらゆる取り組みをしていかないと多分なかなか難しいんじゃないかなというふうに思いますので、少しお願いしたいなと思います。その次に、次世代自動車の普及促進についてお伺いしたいなと思います。まあ、水素電気自動車等の次世代自動車普及促進事業について気候危機が人類共通の課題になっている中、世界の大きな流れとして電気自動車等の普及が急速に進んでいることとなると思います。国においても昨年6月に策定されたグリーン成長戦略で2035年まで乗用車の新車販売で電気自動車電動車 100% する目標を打ち出すなど、我が国も例外ではないということでございます。そうした中、京都市も2050年のこの CO2 排出消費ゼロという非常に高い目標を掲げていますが、その実現にはやっぱりこの電気自動車をはじめとする次世代自動車のさらなる普及など運輸部門においても取り組みが非常に大事かなというふうに思うんですけれども、まあ、この流れにどのように対応していくのか、京都市としてね、その点についてお考えをお伺いしたいなと思います。田中地球温暖化対策室長。
はい、現在の世界的にも、自動車の電動化この流れが進んでおりまして、我が国におきましても多くの自動車メーカーからこの新しい、電気自動車が発売されるなど、この自動車の電動化の流れが加速しておるという状況は実感しているところでございます。また本市から排出される二酸化炭素の約 25% これが運輸部門から排出されておるということもございまして、運輸部門における対策、これが非常に重要であるというふうに考えております。そのため本市では地球温暖化対策計画におきまして4つの部門の転換の1つのうちにモビリティの転換、これに取り組むことといたしておりまして、まずは人と公共交通優先の歩く街京都の取り組みを推進するとともに、自動車への意識を転換して EV をはじめとする次世代自動車の普及を促進する、またカーシェア等の推進によりまして自動車の保有台数を削減することといたしております。令和3年度にはこの次世代自動車の普及促進事業といたしまして、次世代自動車の普及促進に向けまして FCV などを活用いたしました体験型水素学習のほか、環境学習施設、小学生における啓発を行いますとともに、ライトアップなどで電動車として活用することによりまして、災害時にもエネルギー源として活用できるというメリット、そうした防災面のメリットも含めて啓発を行ったところでございます。道端委員。まあ、今ご説明があったように、まあモビリティの転換を図っていくというまあ方針をまあ理解しました。でも昨年度もまあ EV など次世代自動車の普及促進に向けて啓発とかいろんなことをされていると思うんですけれども、まあ京都の街を見てますと現状ではそういう車がまあ見かける機会は少ないのかなというふうに思っております。まあ YouTube でフランスを見たらとか、いわゆるフィンランドを見たりアイスランドを見たら結構電気自動車が走ってる街の風景がありますやはりまだまだ日本はその部分では遅れているのかなというふうに思います。まあ、市内ではどの程度普及しているのか、何か具体的な数字のあれか教えていただきたいのと、また EV やガソリン車と比べると価格面でまだまだ高価であるということなんでしょうけども、普及が進まない要因としてどのようなことがあるのか、その辺のご所見をお伺いしたいなと思います。田中室長。はい、次世代自動車の普及についてでございますけども、まあ、ハイブリッド車、これは一定の導入は進んでいるとは考えておりますが、電気自動車やプラグインハイブリッドということに限りますれば、直近で令和3年度の、3年3月のデータになりますけども、市内の自動車保有台数に占める割合もまず 0.5% 程度と 1% にも満たないような数値となっております。これまで EV の普及にあたっての大きな課題は大きく3つあると考えておりますが、1つは、車両価格は高価であるということ、でもう1つは、ガソリン車と比べて、まあ、満充電で充電できる走行距離ですね、これに、懸念があるということ、それから、充電インフラの整備、この3つが課題と考えております。そのうち、車両価格につきましては現在国の方におきまして、大幅な、EV の購入を促進するべく予算を拡充しておりまして、この補助制度というものを大幅に拡充されているところでございます。また航続距離につきましても、この技術の進歩ということがございまして、現在発売されている EV の航続距離、これはもうガソリン車並みになってきておりますので、この課題も解消されつつあると考えております。一方充電インフラにつきましては、まだ現時点で本市におきましては、まあ、いわゆる充電のための渋滞、こういったものはないとは認識しておるところではございますが、今後 EV が普及が進めますれば、充電設備のさらなる拡充、これが課題になってこようかと考えております。道端委員。まあ、今の EV っていうのは、まあ、リチウム電池でまあ、動いていると。でよく言われているのが、今 EV にあたっての課題はまあいろいろありますけれども、このリチウム電池がね、非常に廃棄の問題がこれから起こってくるだろうというふうに言われております。でこの リサイクルも重要な課題になるというふうに考えておりますけれども、蓄電池の国のグリーン成長戦略においても自動車やセットで重点的に掲げており、今後自動車分野だけではなくあらゆる分野でこのいわゆるリチウムの取り扱いについて、リチウム電池の取り扱いについて大事だというふうに見込まれております。でその中でリチウム電池のリサイクルについて、気候変動対策だけではなく資源循環といった面から取り組んでいくべき課題ではあると思うんですけれども、このあたり非常に難しいと思います。今アメリカでもね、リチウム電池のテスラの会社のいわゆる役員がリチウム会社 の専用機械をベンチャーで作ったというふうに報道されているんですね。で、まあ、そういうこともあってこれから進んでいく事業なんですけれども、そのあたりどのように認識されているのかお願いします。田中室長。
今後 の EV の普及に伴ってこのリチウム電池イオンのリサイクル、これが課題になってくる、まさにちょっと先生から重要なご指摘をいただいたと認識しております。現時点ではこの車載用のリチウム電池イオン、これは自動車リサイクル法によりまして、事前回収物品ということで、自動車メーカー各社であったり業界団体によります共同回収スキームによって回収リサイクルされておりますが、今後自動車の電動化、これの進展に伴いまして、この蓄電池の需要が拡大していく、これはもう間違いなく見込まれておりますので、このリチウム電池イオンの回収量、これが拡大していく可能性がございます。現在国におきましてもそうした状況を踏まえまして、車載用電池のリユースの促進に向けた環境整備であったりとか、またリチウム電池イオンのリサイクルの社会実装につなげるために、この中長期的にコストを削減していく、そういった技術開発の支援などに検討を進めているところでございます。私をもちろんそうした国の動き、しっかりと動向を注視していきたいというふうに考えております。道端委員。今はリチウム電池ですけれども、報道によるとトヨタとかは全固体電池を開発していると。そうなってくるとまた時代も変わってきます。やはりそういうところのいわゆるリサイクルの部分、どうしていくのか少しよく考えて、いろいろと先を見ながら、これすごく技術が進んでいく部門ですので、先を見ながら考えていただきたいなというふうに思います。で、この充電器の設備の拡大について少しお伺いしたいなというふうに思っております。EV 普及に拡大にあたっては、先ほど答弁あったように市民が利用することができる充電設備が拡充することが非常に大事かなと思います。 EV の普及が先なのか、充電設備の設置が先なのか、難しいところがありますけれども、両輪で進めていくべきものだということはと思いますね。で、一方では本市の財政状況が、本当に今回の決戦でも公債償還基金の枯渇の危機は回避できたといえ、いまだに特別の財源対策を講じなければならないという赤字決算という状況の中で、本市が多額の経費を負担して充電設備を設置していくことは難しいと私も思っております。そうした中、今後京都市としてどのように節電設備を充実に取り組んでいくのか、海外の事例も含めてどういうふうに考えておられるのか、そのあたりのお考えをお伺いしたいなと思います。田中室長。はい、脱炭素社会の実現に向けましては、この化石燃料に依存しないこの自動車による生活や、社会経済活動に転換していくためには、この議員ご指摘の通り、この EV の普及拡大と、充電器の拡充、この両輪で進めていく必要があると考えております。充電設備につきましては、まずこれは自宅で基礎充電できることが前提である一方で、今後の EV の普及を見据えますれば、公共スペースなどでやはり充電できるような環境を整備していく、そういう必要があろうかと考えております。そのために国におきましても、この EV の購入促進と同様、公共用の充電設備の設置につきましても予算額を増強いたしまして、設備そのものの費用に対しては2分の1で、工事に対しては 100% と補助制度を大幅に拡充しているところでございます。本市といたしましても、こうした国の制度、これを動きを的確に捉えまして、補助制度の内容も含めまして、しっかりと周知啓発を図っていきたいと思っております。合わせまして、民間事業者におきましても、今後の、急速な EV の普及を見据えまして、独自に充電設備のネットワークを拡充していくような動きがございます。本市におきましても、そうした企業から話を聞く機会もございまして、どのような対応ができるか現在検討を進めているところでございます。今後 EV の充電設備の利用状況であったりとか、今後の需要見込み等を踏まえた上で、こうした民間事業者との連携、これも視野に入れながら充電設備の拡充に向けて検討を進めてまいります。道端委員。これから本当に EV の時代が来ます。で、何年後かにアップルが電気自動車を発売するという計画のこと、多分アップルが全世界、この iPhone とかいわゆる iWatch を出しているようなところが全世界的に電気自動車を発売すると爆発的に増えるのが予想されます。その時にね、やはり京都市が電気自動車で遅れているとならないためにも、やはりいわゆる EV の普及拡大といわゆる充電設備の拡充をどのようにしていくのか、しっかり先を見ながら計画していただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。何かご所見ありますか。インド担当局長。はい、EV の普及、今先生言っていただきました、先を見据えるというところ非常に重要だと思っています。あとは民間との連携、これをしっかりと検討してまいります。ありがとうございます。道端委員。最後に私、各行政区でいろいろと聞いてるんですけれども、いわゆる人口減少、少子化について少しお伺いしたいなと思います。環境政策局でこの少子化、人口減少に対して、全庁で取り組んでると中で、環境政策局としてその観点から取り組んでる内容というのはあるんでしょうか。湯川部長。はい、
環境政策局は、日常的にですね、紙おむつを使用するために、ゴミの排出量が多くなる方を対象といたしまして、平成18年度から家庭ゴミの有料指定袋の無償配布を実施しております。で、この対象には、乳児を養育する保護者の方も対象に含んでおります。出生から満1歳までの、乳児を、養育する方は、紙おむつなどの、その、育児用品を大量に使用されまして、どうしてもゴミが増えてしまうということで、一定数の燃やすゴミの、用のゴミ袋をですね、無償配布することで子育て世帯への、負担軽減を図っているところでございます。道畑委員。これ、まあ、児童館連盟とかいろんなところが率先してご案内されていますので、またそのあたりの取り組みもしっかりやっていただきたいなというふうに思います。終わります。進行いたします。伊坂委員。伊坂委員。おはようございます。今もありましたけど、私の方からも地球温暖化対策と再生可能エネルギーの普及についてお聞きします。で、決算の概要報告書にもありますけど、決算年度の去年7月に、京都府や研究所と共同して京都気候変動適応センターが設置をされました。で、まあ、事業報告書を読むと、事業活動に伴う排出のさらなる削減を目指し、対策の拡充を図り、適応策を推進とありますけど、具体的な成果について、簡単に説明、紹介いただけますか。田中対策室長。気候変動適応センターについてでございます。令和2年12月に改正いたしました地球温暖化対策条例におきましたこの適用策を新たな柱に掲げますとともに、この令和3年3月に策定いたしました地球温暖化対策計画におきましても適用策の推進にあたりまして、その中心的な役割を果たす拠点といたしまして、この地域気候変動適用センターを設置することといたしております。そうした動きを踏まえまして、昨年7月に京都府および、地球環境学研究所と協定を締結いたしまして、地球圏内にこの京都気候変動適応センターを設置いたしたところでございます。令和1000年度につきましては、設立初年度ということもございまして、京都に特徴的な気候変動の影響についての情報収集を主に行っております。具体的にはセンターにおきまして、自然系生態系であったり農業水産業分野における気候変動影響の情報収集するために、高校であったりとか農林水産業関係機関、それから文化伝統観光団体等、または環境関連団体等約40を超える団体からのヒアリングを行っておるところでございます。またそうしたヒアリングによりまして収集した情報につきましては、関連分野の有識者へのヒアリングを行いまして、気候変動影響への影響によるのかどうか、こうしたところの確認を行ったところでございます。伊坂委員。今はだから世界的にも日本全国的にも気候危機、気候変動に対する対応というのはもう近々の課題で求められていますから、このセンターを効果的に活用していただきたいと思います。で、そこで、目標数値なんですけど、温室効果ガスの排出量の削減目標で、これについて常任会でも何回か議論しましたけど、2030年度の目標は、ね、京都市は国目標と同じ 46% 削減、これ2013年度比較なんですよね。でところがね、日本が COP26 に報告した削減目標で、これを見ると、ね、2010年度比に換算したら 42% になるわけなんですよね。で、COP26 の気候合意で、ね、2010年比で2030年までに世界全体の CO2 の排出量を 45% 削減する、こういうふうに明記されていますね。で、資料をいただきましたけど、資料2013年度比較なんですよね。で、改めて聞きますけど、COP26 で言ってるね、2010年度比で見れば、京都の目標はどうなりますか。田中室長。はい。現在、私どもの地球温暖化対策計画に掲げておりますが、2013年度比で 46% 削減ということで、2013
30年度におきました423万トンというのを目指しておるところでございます。一方2010年度の温室効果ガスの排出量が669万トンということもございまして、削減量として見れば 36% ということになっております。伊坂委員。だから基準によってでこの数字が、ね、やっぱり変わるわけなんですよね。で皆さん方は野心的な目標を持って全国を牽引するとこういうのをおっしゃるんですけど、2010年度比較でしたら、ね、2030年度で 36% なんですよね。でこれやっぱり、ね、低いなと思うんですよ。でちなみに聞きますけど、ね、こういう点で他都市の目標これを見たらもう押しなべて2013年度比較なんですよね。多分これどの都市も2010年比較の資料を持ってると思うんですよね。でこれは後ほど資料として、ね、提供をいただきたいというふうに思います。この 36% っていうのを前提にしてこれをどう引き上げていくのかという点を進めていきたいと思います。で、まあ、そもそも COP26 で言われてるのは、ね、地球の平均気温の上昇を産業革命前に比べて 1.5 度に制限するとこういうことなんですよね。そのための努力を継続するっていうことを宣言してまして、で次回の COP27 今年開かれます。でそこまでに温室効果ガスの排出量の削減目標をさらに引き上げるように求めているわけです。で日本もそうですけど京都市の目標、ね、まあ、これ2013年度目標で計画持ってますから、ね、そう見ていくと2010年度の水準なんかも勘案したら 46% のままでいいのかと率直に指摘をしたいんですけどいかがですか。田中室長。本市の地球温暖化対策条例で掲げております2013年度比で温室効果ガス排出量の 40% 以上削減につきましては、まあ、この2050年消費ゼロという目標からのバックキャストに基づきまして、まあ、国や業界団体等が設定いたしました、さまざまな普及目標などを踏まえまして、市民事業者の皆様が着実に進めていることができるという最大限の取り組みを想定して設定したものでございます。またこの 40% にとどまらない削減を目指していくことから以上ということを明記しておりまして、現在は国の目標なども踏まえましてこの 46% を削減するということにいたしております。現時点ではこの 46% という非常にこれは高い目標というふうに私の前に認識してございますが、まずはこの 46% 削減という高い目標に向けまして、まずはしっかりと取り組んでいくということが重要と考えておりまして、今時点での修正は受定しておりませんが、まあここにとどまるということではなくて引き続きさまざまなプラスアクションなどに積極的にチャレンジしていくことによりまして、さらなる上積みは目指していきたいというふうに考えております。伊坂委員。まあ、今が2022年度なんで2030年まであと8年しかないんですよね。だからその間にどういう活動をしていくのかっていうのは今の水準じゃなくてもっとね引き上げていく必要があると思いますので、 46% を超える目標を国に求めつつ京都市も牽引するためにね積極的な役割を果たしていただきたいと。でちなみに常任会で視察をした福岡市は2030年で13年度比較 50% というね目標を持ってますし、川崎市も 50% なんですよね。だそれと比べたら 46% はねまだ3番目だという点を自覚をしていただきたい。で多くの環境団体や個人が、ね、2030年目標を2010年比で50から 60% にしていくとこういう目標を掲げて取り組みを呼びかけています。で共通しているのはね原発を即時ゼロにすると、つまり稼働をさせないということ、ね、そして石炭火力から計画的に撤退をしていくと、でこういうことで2030年度に、ね、原発と石炭火力の発電量をゼロにすると、でこのことを提案してるんですけど、やっぱりこの政治決断が必要だと思うんです。でこれはやっぱり国の責任ですよ。国にそれを、ね、求めていただきたいと。この目標と決意によってこそ2050年のカーボンゼロっていうのがね見えてくる、こういうふうに思うんですけどいかがですか。中田政策部長。はい、2050年 CO2 排出量消費ゼロの道筋において原子力発電及び化石燃料に依存せず
太陽光発電をはじめとする再エネの主力電源化を進めるとともにですね、本市がエネルギーの一大消費地であることを踏まえて徹底した省エネ対策を実施して、で脱炭素社会を実現していくということが重要でございます。今後とも国の検討状況を注視しつつ、市長が会長を務めております指定都市自然エネルギー協議会等を通じて再エネの主力電源化に向けた政策提言を行うなど、さまざまな場を通じて積極的に働きかけてまいります。伊坂委員。まあ、後ほど同僚議員が原発の稼働新増設については質疑しますので、私ここまでにしときますけど、ほんまに2011年の福一事故で、これの教訓というのがね、ほんま政治の世界ではね、どんどん風化しつつあると。だからあれを繰り返さないという立場とカーボンゼロというのはね、やっぱり両方進めていく必要があるというふうに思っています。でそこでいただいた資料で先ほども紹介しましたけど、政令市20市のうちね、2050年目標を見た場合に12の市が温室効果ガスの実質ゼロを掲げてるんですね。ほんで7つの市が CO2 の実質ゼロを掲げてるんですね。で本市は CO2 賞味ゼロとこうなってるんですね。で目標の基準数値が少しずつ違うんだけど、その辺はどういうふうに認識されてますか。田中対策室長。まずこの温室効果ガスと二酸化炭素というところについてございますが、温室効果ガスの中に二酸化炭素のほか、メタンであったりとか一酸化二素、こういった物質を含みまして、それを総じて温室効果ガスという形にしております。本地域におきます温室効果ガスの排出量は、温室効果ベースで約9割が市民生活と関係の深いエネルギーの消費であったり、ゴミ由来の二酸化炭素であり、いわゆる主体による取り組みでこれをゼロにするという市民の分かりやすさも踏まえて、また IPCC の 1.5 度特別報告書にのっとりまして、本市におきましては二酸化炭素排出量賞味ゼロということにいたしております。一方ではこの地球温暖化対策防止につきましては、代替フロムも含めました温室効果ガス全体を削減していく、こういった視点は非常に重要ということは私ども認識しており、当然二酸化炭素以外の温室効果ガスの削減にも取り組んでいくということにしております。伊坂委員。実質っていうのも、ね、賞味っていうのも同じことなんですけど、やっぱり、ね、大事なことはね、その代替フロンっていうのはね、きちんと認識しないといけないってことなんですよね。確かにね、CO2 をゼロにしていく、カーボンゼロも必要なんだけど、代替フロンがやっぱり地球を、ね、環境悪化させているもう一つの要素なん で、私はできましたらね、温室効果ガスという表現で、まあ、いわゆるGHG ですよね、こういう形でやっていく必要があるんじゃないかなとは思っています。で次に再生可能エネルギーの普及に関してお聞きします。で再生可能エネルギーっていうのはね、基本的にはね、私は進むべき道だと思うんです。だけど昨今の運動とか、ね、世論を見てますと、ね、障害になっている問題もあります。それ何かって言ったらね、太陽光発電のメガソーラーであり、風力発電の大型風力発電、これらがいろんなね、公害の原因になっている。つまり乱開発で、ね、森林の破壊とかね、土砂崩れ、住環境の悪化とかね、健康被害の影響、これ出てますよね。これいろんなところで京都府内においても聞いてます。で企業の目先の利益追求ではなくて、そういう乱開発や、ね、環境破壊を放置したならば、ね、再生可能エネルギーの転換というのはね、阻害しかねないというふうに思うんですよ。気候危機打開も遠い先になっちゃうと。だから、ね、本市においてもそういうことを、ね、きっちりと、ね、掴んで、ね、防いでいくことが必要だと思うんですけど、本市におけるこういった事例というのはありますか。永田部長。はい、本市内においてメガソーラーの設置はすでになされているところございますけれども、乱開発ということで地域トラブルに至った事例としては把握してございません。坂井委員。まあ、全国的にもあるいは全府的にはね、新聞報道などでも私ら認識してるんですけど、くれぐれもそういうことにならないように、結局こういうことが起きると
再生可能エネルギーを普及していく、飛躍的に拡大していくっていうところにね、水を差すことになりかねないし、住民感情としてもついていけないと、こういうになると思います。だからこういったことをね、打開していくためにね、2つ提案したいんです。で、1つはね、環境を守る規制をきちんと強化をして乱開発はさせないということ。2つ目に、新たな開発ではなくて、既存の施設や建築物や未利用地などの活用を推進すると。屋根貸しとか公共施設の活用とかいろいろあります。こういう活用を推進していくこと、この2点がね、鍵になるんじゃないかなと思うんですけど、こういう点に関して再エネの普及についての本市の基本的考え方はどうでしょう。永田部長。はい、本市では先ほど来ご質疑がありましたように、2030年度までにこの 46% 削減という目標実現を目指して、省エネの加速と再エネの最大限導入を図っていくこととしておりますけれども、その本市最大のポテンシャルである太陽光発電、この大幅な導入量の引き上げについては、まずは住宅や建築物の屋根などへの設置を積極的に進める必要があるということで、条例に基づく建築物への再エネ設備の設置義務の拡大強化ですとか、住宅の屋根置き太陽光発電設備の導入拡大に取り組んでいるところでございます。ご指摘のメガソーラーの設置にあたっては、地域と共生する再エネとしての導入となるように、環境保全上支障が生じないようにすること、関連法令を遵守していただくことが重要というふうに認識しております。井坂委員。で、そういう点を、ね、しっかり、ね、掴んでやっていただきたいと。で、最後に小水力発電について一言、ね、お伺いしたいんですけど、皆さんも講演されてるからご存知だと思うんですけど、今年11月に小水力発電を研究運動されている、ね、全国小水力発電の団体が、ね、大会を京都市で開かれます。ぜひこれね、参加をしていただきたいと、まあ、京都市のいろんな、ね、活用事例の報告講演もありますし、で、私も一会員なんです。で、ぜひ参考しようと思ってるんですけど、で、これを契機にしてね、率直に言います。本市の小水力発電というのはね、停滞してます。で、この停滞を打開をして、ね、飛躍をさせていく大きな転機にしていただきたいと思うんですけど、いかがですか。永田部長。2030年 46% 削減に向けて、エネルギーの転換として市内の最大限の最大活用を推進していかなければならないところ、小水力発電につきまして、すでに設置されているところも少数ございますけれども、過去の調査によれば、この市内山地を流れる河川の容量が少ないですとか、平野部が標高差が小さいといったことで、水力の利用可能性は太陽光に比べて低いというところは明らかになってございますが、当時調査を行われなかった場所等も含めて、あらゆる可能性を追求してまいりたいと考えております。井坂委員。そういうのをおっしゃるんですけど、科学の進歩はね、本当に著しいものがあります。つまり流れや流域が大きくなくても、高低差がなくても、少しの、ね、流れがあれば小水力はできるし、で、本市には、ね、鴨川もあるし桂川もあるんですよね。そこでどう使うのかと、嵐山ではすでにやってます。で、この研究団体の皆さんは、鴨川の下流域のところでできないかということも、ね、研究されています。で、そういう研究ね、民間のシンクタンクもしっかりと活用し連携しながら、本市がイニシアチブを発揮をして、この分野でも小水力といえば京都だと言われるぐらいの役割を発揮していただきたいと思います。それを強く求めて終わります。坂井、資料の確認しますよ、よろしいですか。先ほど井坂委員から要求のありました、温室効果ガス削減の他都市の目標値にかかる2010年比較の数値という資料につきましては、理事長提出できますか。田中、はい、室長。提出させていただきます。はい、じゃ提出できることですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。はい、異議ありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理事におかれましては速やかに提出をお願いいたします。
では進行いたします。川島委員。川島委員、はい、よろしくお願いします。まずはじめにごみ減量の推進につきまして、環境教育環境学習についてお伺いをさせていただきます。本市においては脱炭素社会の実現に向け、2050年までに温室効果ガスの排出量を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言し、2050強から CO2 ゼロ条例と宮古資源巡るプラン京都市循環型社会推進基本計画を制定されるなどし、取り組みを推進されています。このような条例や計画を着実に遂行するには市民の皆さんのご理解とご協力が不可欠であり、誰もが自分に関わる課題として受け止めて、日々の生活を見直し、行動に踏み出すための学習や教育、情報発信の取り組みが重要だと考えます。先日、私、エコランド音羽の森と資源ごみの中間処理施設を見学をさせていただきました。最終処分場音羽の森では、市民の皆さんのごみ減量のご努力もあって、開所当初に計画された寿命を延伸してはいるものの、現在の試算では、あと50年で埋め立て場所がなくなるといった説明をお聞きしまして、ごみ減量の必要性を痛感いたしました。また、資源ごみ処理施設にも行かせていただきましたが、ここでは、異物や危険物等を手作業で取り除いていただく大変な作業を見せていただき、分別への意識が高まりました。このように現場を知ることは気づきが得られ、日々の生活に変化が生まれることが期待できます。こういった施設のことを知っていただくことは行動変容につながると考えますので、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。木下適正処理施設部長。はい、エコランド音羽の森でございます。竣工当時は、埋め立て期間を、15年と見込んでおりましたが、市民の皆様それから事業者の皆様のご理解ご協力により、ゴミの減量リサイクルの取り組みが進んだことで、令和3年度末で約50年の残余年数が見込まれている状況でございます。しかし委員ご指摘の通り、限りある埋め立て処分地でございます。これを将来にわたり大切に使用していくためには、今後とも一層のゴミの減量が欠かせないということを市民の皆様にご理解いただくことが重要であると認識しております。環境学習施設サステナ京都では、館内の壁面一面にエコランド音羽の森のを俯瞰する写真を掲示しておりまして、その規模感を感じていただくとともに、本市唯一の埋め立て処分地を大事に使用する必要性を強調して解説をしております。また先生ご指摘の通り、実際に現場に足を運んでいただいて施設を見ていただくことも効果的であることですから、エコランド音羽の森ではエコバスツアーを中心に市民に見学していただいているところでございますが、見学者は決して多くない状況でございます。今後ですけども、現在ドローンを活用してエコランドの迫力ある映像を撮影して、これをサステナ京都において臨場感ある映像を流したり、それからサステナ京都とエコランドをオンラインでつないで、サステナにおいて遠隔でエコランドの見学を実施するなど、サステナとエコランドの連携の強化について具体的な取り組みを進めることとしております。そしてこれをきっかけとしまして、多くの市民の皆様にエコランド音羽の森への見学をしていただき、さらなるゴミの減量、そして埋め立て処分地の延命につなげてまいりたいと考えております。以上でございます。川島委員、ありがとうございます。サステナとも連携をさせながら、そしてまた現地を見ていただくことにもさらに力を入れていただきながら、現場を知っていただく取り組みを進めていかれるということですので、よろしくお願いしたいと思います。また
若者や子どもたちへの成長に応じた取り組みも重要だと考えています。私の地元伏見区には今ご紹介いただきましたサステナ京都やエコロジーセンターといった環境教育の施設が設置され、さまざまな事業が展開されています。ただ こちらでは主に小中学生に向けた環境教育が中心となっているというふうに認識しています。私はその前後の年齢層への環境への取り組みも大切だというふうに考えています。特に幼い頃に学んだ習慣というのは、生涯にわたって維持することができると言われていまして、子どもたちが実際の体験を通して環境問題に取り組むことは、子どもたちの生育にとってもいいことですし、また子どもたちに関わる大人にも良い影響を与えていくことが期待されます。幼児期に環境について学ぶことを充実していくべきというふうに考えますが、その点いかがでしょうか。小島環境教育人材育成担当部長。はい、本市におきましては環境と調和いたしました持続可能な社会を構築する担い手の育成、これに向けまして誰もが気軽に学べる機会の充実を図ることといたしてございます。とりわけご指摘の通り、幼児期におきましては遊びの中に自然や動植物と触れ合う機会を取り入れまして、自然への親しみや感性を育むことで環境保全のための行動を習慣として身につけることや、また子どもを通じて周りの大人の行動も改善されるなど効果が期待されます。大変重要であると認識をしてございます。このため関西広域連合と連携した取り組みといたしまして、保育士や幼稚園教諭等を対象といたしました自然体験型保育の研修会、これを各年で実施をいたしてございます。昨年度令和3年度の研修会にも私どもも参加する中で、子どもたちが講師とともに自然の中で心に響く体験をしている現場を目の当たりにいたしまして、幼児期には体の感覚を使って体験することが重要であるというふうに改めて認識をいたしたところでございます。幼児期におきます環境教育の重要性を考えますと、今後このような取り組み、より多くの園所に広げてまいりたいと考えてございます。そして今年度につきましては、保育園所、幼稚園、またご家庭で環境学習が効果的に実施をされますように、保育、幼児教育の関係団体のご意見もお聞きをしながら、保育士、幼稚園教諭は保護者向けの環境学習のガイドブックの作成に取り組んでいるところでございます。今後とも、議員ご指摘のとおり、人格形成また義務教育の基礎を培う、重要な時期でございます幼児期の環境教育学習、この充実を目指してしっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。以上でございます。川島委員。幼児期への子どもたちの取り組み、進めていかれるということですので、しっかりお願いしたいと思います。幼児期へのこの子どもたちの取り組みと合わせて、私若者への取り組みも大切だというふうに思っております。若者の間ではエシカル消費等への意識の高まりもありまして、サステナブルな暮らし方を楽しむというのが一つのライフスタイルとなっています。こういった若者世代へ向けたアプローチや環境学習の充実、環境意識の新たな広がりにつながるというふうに私考えています。京都は学生の街でもあります、大学の街でもありますので、こういった学生さんを含める若者への環境学習、教育、情報発信の取り組みについてはどのようにお考えでしょうか。小島部長。はい、大学生向けの環境教育でございます。大学生にはつきましてはですね、主体的な学び、また行動が期待されてございます。そして現代の大学生の多くはスマートフォンとかパソコンなどを通じまして必要な情報を収集できるという環境にございますので、京都市情報館や学生向けのアプリ京伝都と申します、学生向けのアプリを活用した情報発信を中心に取り組んでまいったところでございます。一方で議員ご指摘の通り、本市は大学の街、学生の街であるとともに、大学生は近い将来に地域社会を支える存在になるということでございますので、情報発信にとどまらない取り組みの充実が必要であると認識をいたしてございます。このため今年度、
環境教育に見識を持ちの大学教員の先生方と、取り組みの方向性について意見交換を行ってございまして、食や衣服など身近な題材をテーマに学生のライフスタイルに響くようなものにしてはどうか等のさまざまなご意見頂戴しているところでございます。頂戴しましたあの内容等を踏まえながら、今後大学や関係部局としっかりと連携いたしまして、大学生が環境問題を自分ごととして捉えまして、環境と社会経済とのつながりを主体的に学び、自ら行動していただけるよう今後具体的な取り組みを進めてまいりたいと考えてございます。以上でございます。川島委員。この未来を支えていく、主体者になる若者たちがこういう形で行動変容していく、また意識改革をしていかれるということが周りの方へ与える影響も非常に大きいと思いますので、しっかりこの若者への環境学習の取り組み、また情報発信の取り組みを進めていただきたいと思います。持続可能な脱炭素社会の構築に向けて環境教育、環境学習を充実させていただき、行動変容につながる取り組みをさらに進めていただくことをお願いいたします。次の質問に移ります。次に、防潮用ケージと防潮用ネットについてお伺いをさせていただきます。防潮用ケージについては昨年度まで1年間モニター調査を実施され、ゴミの散乱等に効果があるということを確認されたということで、今年度防潮ケージの購入助成制度を創設され、募集今されているところです。現在の申請状況についてまずはお聞かせください。中野推進部長。はい、ありがとうございます。防潮ケージについてでございます。防潮ケージの導入にあたりましては、これまで司会の議論なんかを踏まえまして、令和2年12月から1年間モニター調査を実施したところでございます。そのモニター調査によりますと、産卵以外の抑制に大きな効果があり、本市の集中体制にも大きな影響がないということで、今年度に入りまして6月に使用基準を策定しまして、助成制度を創設したところでございます。防潮ケージの使用にあたりましては、購入にあたっての費用負担が、地域の方にも生じること、それからケージの設置や撤去などにつきましても地域の方でやっていただくということで、その管理を誰が行うかみたいなところがございますので、一定地域の方で合意形成が必要というような状況がございまして、我々も徐々に浸透していくのかなというふうには考えていたところでございます。今年度の状況ということでございますが、今年度は300件の予算を確保させていただきまして、2期に分けて募集をさせていただいております。現在の応募状況につきましては、6月30日から第1期の募集を1ヶ月ほどさせていただいておりまして、その中で150件の助成件数に対して53件の申請でございます。それから第2期の募集も現在させていただいております。第1期の状況が少し少なかったということもございまして、助成件数の予算枠の上限である250件程度を第2期では募集ということでさせていただいておりまして、9月中旬から10月末ということで今募集をさせていただいておりますが、現状でにおきましては5件の申し込みにとどまっているという状況でございます。以上でございます。川島委員。当初の想定が300件という中で、第1期募集では53件で、現在されている第2期の申請状況も、今の時点では5件ということでした。私の地元、私がゴミを出す定点においてもですね、この防潮ケージ置きたいという意見もあるんですけれども、実はこのコロナ禍もありまして、地域の方との話し合いの機会が持てないというようなことがありまして、私もまだ申請には至ってないんですけれども、このように地域として防潮ケージ導入を検討したいなと思っていても、話し合いがなかなかできない、また先ほどもおっしゃったように持ち出しもあるということで、導入について話がまとまらないというような状況もあるのではないかというふうに私推測しています。また今年からの制度ということで、まだまだこの設置助成制度ということ自体をご存じない方もおられるのではないかというふうに思います。先ほどの申請状況では、
まだまだ予算も残っているということですので、今後しっかり広報をしていただくことと合わせまして、地域の状況を勘案していただいて、ぜひ通年で申し込みをしていただく形にできないと思うのですが、いかがでしょうか。中野部長。はい、議員ご指摘の通り、地域の合意形成に要する時間、これが生じることっていうのはもともと想定はしておったところではあるんですけれども、そういった意味から、今年度の募集に関しましては先着順としてしまうと合意形成が早いところから順番にみたいなことになってしまいますので、そういった意味からも当初期間を決めて、その期間の中で抽選をさせていただくという形で、今年度させていただいてたところでございます。しかしながら先ほど答弁させていただきましたが、第1期第2期の募集状況でいきますと、現状では我々の想像以上に、先生のところもそうであるよ、あるとのお話もありましたけれども、合意形成に本当に時間がかかってるなということを感じております。こうした状況も考慮いたしまして、第2期の募集につきましては、もともと10月末の募集期間ということにはなってございますが、今の状況でいうと、その期間で250件埋まるというような状況ではございませんので、それ以降も予算の範囲内で可能な限り、年度末に近いところまで随時応募を受け付けをさせていただくような方向で、考えていきたいと考えてございます。また来年度につきましても、今年度の状況を踏まえまして、年度を通じて随時受付をするような形も含めて検討してまいりたいと、このように考えてございます。それから周知のお話もございました。当初、周知に関しましては、カラス刑事のご要望、かなりニーズもあると考えておりましたので、それほど積極的にはできていなかったというのが現状でございますが、今のこの申し込みの状況を踏まえまして、直近では一部のスペースではありますが、市民新聞の10月15日号なんかでも周知も行っております。産卵被害のお困りの地域もたくさんあるというふうに伺っておりますので、しっかり導入検討いただけるように引き続き積極的な PR に努めてまいりたいと考えてございます。以上でございます。川島委員。ありがとうございます。次に使用にあたっての課題についてお伺いをします。傍聴刑事の設置助成制度を創設した中で、市民の皆さんからどういったお問い合わせがあったのか、また課題などがありましたら教えていただけますでしょうか。中野部長。はい、現在第1期の応募に対する助成金の支払いをさせていただいているところですけれども、現時点では大きなトラブルなんかは発生していないというふうに聞いてございます。ただやっぱり募集の状況もそうですけれども、合意形成のところが一番大きな課題は課題なのかなというふうに考えてございまして、やっぱり保管場所を決めていただくのにどなたが保管されるのかみたいなところが一番大きいというふうには聞いてございます。それから相談とか問い合わせの中においては、例えば資源停電で使用できないかとか、お問い合わせいただく中で道路が狭くて利用できないみたいなお話もございます。断念されたようなケースも聞いております。今後そういった地域の導入事例が徐々に増えていくのかなというふうには考えてございますので、そういう導入事例が増えていく中で、さまざまな市民の皆様のニーズなんかも確認をしながら、どういった形で、まずは地域の合意形成がいかにできるかというところをクリアしていくのが大事かな、第一歩かなと思っておりますので、その点進めてまいりたいと考えてございます。川島委員。はい、今おっしゃってくださったように、この傍聴刑事の使用をするにあたっては、こう道路と道幅というのは、一つの大きなハードルになっていると私も感じています。また片付けたり出したりするのも誰をするのかということも、なかなか地域によっては決まらないというようなこともあります。こういったことがクリアできない地域では、今まで通り傍聴用ネットを使っていかれるということもあるんですけれども、この傍聴用ネットを使ってられる地域からですね、やはりカラスにネットをこうすくい上げられてゴミが散乱するといったようなご相談も私時々お聞きするんですけれども、そういった場合に、このネットのこう上手な使い方が何かないのかとか、もう少し、カラスの、傍聴のための何か工夫ができないかというようなことをお聞きするんですけれども、私も何か、市民の方にいい情報がないかと思ってホームページで探したところ、他都市では例えばネットの周りにちょっとこう重しを置いたりとか、ネットをゴミの下にしっかり巻き込むことで
こうネットがカラスにこうすくい上げられるようなことがないですよというような、まあ、そういった使い方について説明してあるようなところも ありましてですね、私もそういったものを見て市民の方にご説明をさせていただいたことがあります。まあ、こういったことをですね、本市においても、まあ、利用者向けに上手な使い方として、何か広報物があるのか、またそういったことをもっと周知に活用していただきたい、周知をしていただきたいというふうに思いますが、その点いかがでしょうか。中野部長。はい、ご指摘いただきましたように、防潮掲示につきましては狭い道路とか資源停電ではお使いいただけない状況がございます。そういった意味でも引き続き防潮ネットの貸し出し事業、こちらの方も実施しているところでございます。カラスによるゴミの散乱防止といたしましては、今ご指摘ございましたようにカラスネットをお使いいただくときに端の方をゴミの下に巻き込んで使用するとか、あるいは、まあ、ネットの使い方ということではないんですけれども、そのゴミ袋の中に生ゴミなんかを入れるときに真ん中の方に入れていただくとか、そういった工夫っていうのはまあ、していただくように我々の方も周知もさせていただいておりまして、広報チラシみたいなものも一応ご用意はさせていただいているところでございます。まあ、現状でも市民新聞への挟み込みとかホームページなんかでも情報発信はさせてはいただいているところではございますが、ちょっと現状ではまだまだお困りの方もいらっしゃるということですので、さらなる情報発信については必要であると考えてございます。まあ、そういった意味でも今後、まあ、単なるチラシを配布するということだけではなくて、例えばカラスネットを配布するときに一緒にチラシもお渡しするとか、ちょっときめ細かな形でご利用いただけるような形で周知の方も考えてまいりたいと、このように考えてございます。以上でございます。川島委員。ありがとうございます。ぜひそのようにお願いしたいと思います。先ほど申しました防潮掲示の設置の助成制度については、今年度も予算の範囲内で年度末まで考えていただけるということでしたし、また来年度は通年度募集を検討するということで、まあ、ぜひお願いしたいと思います。また防潮掲示につきましては決して地域のニーズがないわけではありませんので、まあ、合意形成に時間がかかっているものだと思いますので、使用したいと思われている地域がですね、しっかり使用できるように引き続きお願いをしたいと思います。まあ、こういったゴミの問題前にしのことでありまして、市民にとっては切実な問題ですので、まあ、しっかり今後も地域のニーズに応えていただきますようお願いをしておきます。続きまして最後には食品ロスの削減についてお伺いをいたします。食品ロスにつきましては、日本国内でも年間522万トン、本市においても5.5 万トンの食品ロスが発生しているというふうにお聞きしています。で、今の物価高騰が今続く中でですね、この食料品ということについても、食料品の食品ロスの削減ということが、まあ、家計に非常に優しい取り組みになりますので、しっかり取り組んでいただきたいと思っています。今年の2月に我が会派の湯浅議員から代表質問で食品ロスの削減の取り組みについて提案されたところですね、市長から食品ロス削減の町京都を目指して、まあ、全国をリードする事業を頑張っていくというようなご答弁いただきましたけれども、現在の食品ロスの取り組みの状況についてまずお聞かせください。中野部長。はい、ありがとうございます。食品ロス削減についてでございます。本市では食品ロスに関しまして、全国で初めて削減目標を設置するなど、これまでから全国をリードする食品ロスの削減の取り組みを展開してきたと自負しておるところでございます。具体的には市民の皆様に対しましては、食べきり、使い切り、水切りといった、まあ、生ごみ3切り運動、以前から呼びかけをさせていただいておりますとともに、事業者に対しましても食べ残しゼロ推進店舗認定制度、それから販売期限の延長、こういった取り組みにご協力をいただいているところでございます。とりわけ食べ残しゼロ推進店舗制度につきましては、同様の制度を持ちます政令市の中では最大ということで、今1767店舗まで広がりを見せているところでございます。こうした中、今の取り組み状況ということで、3年度少し、取り組みとして新しい取り組みさせていただいておりますので、ご紹介をさせていただきますと、さらなる食品ロス削減に向けた取り組みということで、最近でいうとフードシェアリングとか、
AI 等による食品の需要予測とか、こういったデジタル技術、AI 技術を活用した新たな民間サービスが拡大しております。こういったサービス、なかなかまだまだ食品関連事業者の利用が広がっているという状況ではございませんので、食品関連事業者にこういったサービスを知っていただくための説明会を昨年度実施をさせていただいたところでございます。その他、消費者の協力によって店舗の売れ残り廃棄を削減する取り組みということで手前取りということに着目をいたしまして、昨年度は市民モニター募集いたしまして、市民モニターの方に手前取りを実施していただく中で、食品ロスが事業者側でどうなるか、市民側でどうなるかみたいなところを実証なんかもさせていただいたところでございます。それから先生の方からご紹介もありましたように、食品ロスをなくすということはもう家計にも非常に優しいということで、我々今広報させていただく中においては金額も含めて年間でも5万6千円処理費も費用も含めると6万円ほどの無駄になるよといったことも含めて PR を今強化させていただいているところでございます。以上でございます。川島委員、ありがとうございます。私も今ご紹介いただきました年間5万6千円削減になるよっていうのをアプリで見させていただきました。非常に見やすいアプリで楽しめるようなアプリでいい取り組みだなというふうに思っています。この手前取りにつきましてもですね、スーパーで私も貼ってあるのを見まして、買おうかなと思った時にちょっと消費期限の早いものに手を出すというような、本当に啓発につながっているなということを実感しております。また子どもたち等にもね、これは興味を持ってもらえるようなデザインキャラクターが非常に印象的ですので、メッセージとしてとても伝わりやすいいい取り組みだったなというふうに感じております。こういった形で、普段食品ロス意識されている方もされていない方にも伝わるような PR積極的にしていただくことが非常に大事だというふうに考えておりますので、今後ともこういった食品ロスの削減について取り組みを進めていただきたいと思いますけれども、今後の取り組みについてご予定がございましたらご紹介いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。手前取りのポスターご評価いただきましてありがとうございます。我々としてもスーパーに来られるお子様にも親しみを持っていただけるようなデザインということで、知恵を絞りまして昨年度鳥のポスターにさせていただいたところで、かなり好評だったということで、今年度につきましても同じシリーズということで鳥のデザインとさせていただいているところでございます。今年度につきましては、昨年度は鳥のファミリーが手前取りをできるだけするようにというポスターであったんですけれども、今年度は手前取りをした後に家の方で段取りよくそれを使い切っていただくといったようなテーマでポスターの方も作らせていただいております。現状今月が食品ロス削減月間ということでございますので、市政広報板とか市バス地下鉄の車内なんかにも掲示もさせていただいておりますし、販売期限延長に取り組んでいただいている事業者のところに対してもポスターとか、あるいはスイングポップということで消費者が見ていただけるところで使っていただける啓発グッズなんかも普及をさせていただいている、提供させていただいているところでございます。加えまして今年度の取り組みといたしましては、今年度の食品ロス削減月間に合わせまして、この鳥のキャラクターが買い物の際とか保存する際とか調理の各過程で食品ロスを減らす、そういった工夫を楽しく紹介するようなウェブサイトを作っておりまして、食べ物のもったいないを探せ京都市フードロスチャレンジということで新たに解説もさせていただいております。昨年実施しました手前取り の実証実験で の結果、こちらの方ご紹介できておりませんでしたが、事業者側でも家庭側でも食品ロスが削減しましたという結果が出ておりまして、こういったことも含めてそういったサイトでの発信もさせていただいております。このウェブサイトにつきましては、最近では食品スーパーとかがアプリとか SNS を活用しまして消費者に情報を発信しているというような現状もございますので、そういったところでも発信をしていただくようにスーパーなんかとも連携をさせていただく中で、先ほどお話もありましたように食品ロスにも関心のない方も含めて見ていただけるようなそういった作りとさせていただいているところでございます。それからこれからの取り組みにはなりますけれども、昨年度実施いたしました AI 等を活用した新しいサービス
こういったものにつきましてもホームページにそういった事業者の紹介するページなんかも予定をしておりますので、こういったことを含めまして市民事業者行政が連携し合う中で一層の職員ロス削減、こういったものを目指していきたいと考えてございます。川島委員、ありがとうございます。節約ということで何かその苦しみながらやるということではなく、私楽しくて得する取り組み、こういうことが継続的に取り組んでいける大事なことかなと思いますので、引き続き粘り強く啓発の取り組みを進めていただきたいと思います。質疑の途中ですが1時間を経過しておりますので、ただいまから換気を行います。しばらくそのままでお待ち願います。では進行いたします。大津委員。はい、私からまず太陽光発電についての質問をさせていただきます。直近の予算委員会等々でも私結構太陽光発電 の普及に関しての質問をさせていただいておりまして、ゼロ円ソーラーであったりですとか共同購入であったりとか、あと J クレジットを使ったことであったり、普及に力を入れていただいているということは非常に理解をしております。で、SNS とかですね、チラシとかで私も太陽光 この普及について行って発信をしたりしてるんですけども、結構根強くですね、太陽光発電はかえって環境に悪いみたいな、これ世間一般的にも結構根強くこういう意見があるんではないかなと思ってまして、象徴的なことで言うとやっぱり森林を切り開いてメガソーラーを置いたりとか、それによって土砂崩れが起きるって、そういうことがあったりとか、この辺はもうすでに指摘もされてますし、だいぶ改善もされつつあるのかなというところだと思うんですが、例えば、それぞれのご自宅に置いていただくにあたってもですね、例えばソーラーパネルを作ること自体に結構 CO2 とか有害物質が出ますよとか、廃棄処理に対して、CO2 とか有害物質が出ますよみたいな、こういうご意見がよく聞かれます。で、廃棄に関しては今技術も上がってきていろいろリサイクルとかさまざまな手法でですね、おそらく今後改善していくんだろうなと、ただ、よく言われてますが2030年代に入ると
初期にフィットで導入したものがどんどん廃棄ですごく廃棄の量が増えてくるから、まあ、これに対応できるんだろうかと、まあ、こういう議論もあったりしてですね、国の方でも、まあ、不法投棄されないような積み立てが法整備されたりとか、まあ、ちょっとずつ進んでるんですが、まあ、この辺の多分情報公開が割と足りないのかなと思ってまして、やはりこの環境に実は悪いんですよみたいな、こういうことに対して、まあ、一定の反論もそうですし、そういう方々にも太陽光を使っていただくためには、まあ、その辺のこう情報発信が今後肝になるんではないかなと思ってまして、まあ、この生産とか廃棄とか、まあ、最初から最後までですね、発電とこ以外のところも含めた太陽光の、まあ、環境への負荷についての見解をちょっとお聞きしたいと思います。中田政策部長。はい、太陽光発電設備につきましては、その原料の採掘ですとか製造設備の製造運搬設置、それから定期補修解体リサイクル等、こういった一連のライフサイクルでの必要なエネルギーに伴う CO2 排出量というものもございますが、それを含めても発電そのものには燃料が不良ということで、ライフサイクル全体としては非常に少ない CO2 排出量で電力を供給することが可能なものになります。この製造から廃棄まで含めたライフサイクルで発生する CO2 を化石燃料に比べて削減できる CO2 排出量によって回収できる期間、まあ、CO2 で見て元が取れるまでの期間を考えますと1年から3年程度と言われておりまして、これは太陽光発電設備の耐用年数と比べても短く、ライフサイクル全体で見ても CO2 削減効果が高いというふうに言えると考えております。また太陽光パネルの原料にご指摘のとおり、そのパネルの製造元によっては鉛などの有害物質などが含まれているケースもございますが、こちらについてもご指摘ございましたように適切に処理リサイクルされていけば問題ないというふうに考えております。太陽光発電の普及に向けましては、さまざまな施策によって導入支援を行っているところでございますが、引き続きそれらの施策の周知と合わせて市民事業者の方々にこうした点についても合わせて発信してまいります。大津委員。はい、まあ、今のお話ですと、まあ、3年ぐらいで回収、まあ、CO2 ベースですね、回収ということであれば、まあ、トータルで相当多分環境にいいということが、まあ基本的には科学的に証明されているということだと思います。で今後、まあ、周知に努めますということですが、今までその辺 その情報っていうのは発信はされてきたのか、まあ、今後その、まあ、周知に努めるというのは、まあ、具体的にはどういった形でされていくのか、まあ、結構やっぱり、インターネット上っていうのは、まあ、不確かな意見も含めてですね、結構氾濫していて、まあ、それを当然信じられる方もいらっしゃるでしょうし、まあ、我々の知らないような多分なんていうんですかね、発信源からの例えばエビデンスみたいなのを信用したりとかっていうことも、あると思いますが、まあ、一定その京都市としても推進していく中で、そのまあ反対意見の方をですね、理解していただくということはやっぱ大事だと思いますので、その周知の方法についてちょっと具体的に、これまでの取り組みと、まあ、これから、まあ、どういう方法が取りうるのか、このあたりを教えていただきたいと思います。永田部長。はい、太陽光発電の推進にあたりましては、これまでからゼロ円ソーラーに伴いまして太陽光発電のプラットフォームを立ち上げたりですとか、あとその他チラシですとかDM、そういったもので周知をさせてきていただいているところでございます。この度太陽光発電についてのご関心が高まっているということで、その反面としてこういった大丈夫だろうかというご懸念についても声がこう出てきているというふうに認識しておりまして、そういった点につきましてすでに国ですとか行政側からこう情報というのは出されているところではございますけれども、京都市といたしましても必要に応じてそういった既存 その周知ツールとともにですね、周知してまいりたいというふうに考えております。大津委員。はい、分かりました。まあ、ぜひおそらくですね、つけたいと思っている方で、まあ、金銭的なことがネックな人というのは一定ゼロ円ソーラーであったりで前に進んでいると思いますし、今度は逆にちょっとこうネガティブな方を取り込んでいかないと、まあ、数的には増えないかなと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。最後にその廃棄の部分ですね、これまあ、まだ多分技術もこれから向上していくと思うんですが、まあ、分解してリサイクルをするみたいな、まあ、これ多分事業者もまだそこまで多くもないと思いますし、
認知もされてないという中で、ここもですね、今後5年間ぐらいの間におそらく、行ってこう周知をしながら仕組みを作っていかないといけないかなというふうに思っておりまして、この廃棄のリサイクルですね、民間の事業者との連携も含めて、今の状況と、今後の取り組みについて教えてください。西川廃棄物指導生活環境担当部長。はい、太陽光パネル関係の、廃棄物の、今後の対応、それと現状についてでございます。これまでから、太陽光発電、に限らず廃棄物の処理につきましては配送法に基づき適切に処理いただきますように排出事業者それから、処理事業者に対して、指導を行ってきておるところでございます。より効果的に、太陽光発電も含めて指導を行うために今後、例えば関係団体、例えば京都府の 3R 推進センターですとか、産廃の業界といたしまして京都府産業資源循環協会、こういったものもございますので、これらと連携できるようなことを、考えていってはどうかなと考えているところでございます。また合わせて、これらの団体等と連携するにあたりましては先ほど先生の方からご指摘もございました、国のガイドライン、こういったものを活用していくことが考えられるのではないかと考えてございます。以上でございます。大津委員。はい、わかりました。廃棄に関して大きく多分出てくるのは少し先のことだと思いますので、ぜひ適切に市民にも周知していただいて、先ほどの話にもなりますけど、結局廃棄の時に結局有害ではないかというような、こういう声に対していやそうではなくちゃんと適切にリサイクルができるんですよ、こういうことを周知していただくことが大事だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。では次の質問に行きたいと思います。次ですね、ゴミ回収と、分別リサイクルに関してのちょっと質疑をしたいと思います。一般家庭ごみですね、これしっかりと分別をしてですね、市のごみ収集車で日を分けて回収するということが、一定徹底されているというふうに思います。もちろん、本来であればリサイクルに出せるものが可燃物のゴミ袋に入ったりということは多少あると思うんですが、市民の方のご協力もあってですね、そういうことが減ってきているというような認識であります。で一方でですね、マンションであったりとかというところは市ではなくて業者が回収をするというケースがあると思います。で私も何人かの方、特に中川区マンション多いのもありましてですね、聞いてるとマンションではあまりこう、分別せずに、業者が持って行ってくれるのでということで、意識されてないケースというのも、よく耳にします。で市全体としてはやはり京都市が回収しようが、業者が回収しようが、一般ごみの分別というのはできるだけ進めなければいけない。で多分京都市としても当然業者への、啓蒙活動ともされていると思うんですが、やっぱり多分京都市の回収するごみと業者が回収するごみでは分別の、できている率というのは当然差が出ているのではないかなと思ってまして、この辺の把握している現状と対策についての、見解をお願いいたします。中野推進部長。はい、業者収集マンションと我々呼んでおりますが、一般廃棄物収集運搬許可事業者が、家庭ごみを収集しておるマンションのことかと考えてございます。こういった業者収集のマンションにつきましてはかねてから、おっしゃっていただきましたように分別がなかなか徹底できていないんじゃないか、そういった声もございました。そういったこともございましたので平成22年の段階ですけれども共同住宅における分別ルール、それから周知啓発をどのように行っているかといった、そういった方法について管理者から市の方に届け出をしていただくような制度を設けております。27年10月にはその制度を条例で制定しまして市収集マンションも含めて共同住宅等分別周知等届けということで実際にそのマンションの中で、どういった分別が行われて入居者に対してどういう周知が行われているかみたいなことを京都市として把握するような形となってございます。現在、この共同住宅等分別周知等届け、受理した後につきましてはすぐに市職員が現地調査も行いまして実際分別がきちんとなされているかみたいなところの確認を行うとともに1年経過後にも同様に市職員による現地調査なんかも行っているところでございます。
さらに不十分な、なかなか分別がそれでもできていない、こういった声もお聞きするんですけども、随時になりますが、こういったマンションにつきましても、情報提供を受けましたら、マンション管理者に対しての指導も行っているところでございます。以上でございます。大津委員。マンションのオーナーの方、そして、事業者双方に、一定ルールもありますし、報告とそれの調査ということも、されているということだと思います。先ほども言いましたが、一般 の市が回収する家庭の場合でも、当然可燃物のゴミに本当はリサイクルできるものが入ってたりというのは当然、あるわけですので、一定最後は、出す方個人個人のですね、意識の高さとか、そこに依存するのは仕方ないことだと思いますし、それが、マンションでも起こっているということだというのと、マンションの方が、それが、起こりやすいと言ったら変ですけど、一般的にはやりやすいということで、そういうことが、差が出るのかなというふうに思いますが、やはり京都市全体としてリサイクルであったり分別をしっかりしていくというところが大事ですので、業者と業者回収と市の回収に、差が出ないようにですね、引き続きやっていただきたいなというふうに思います。じゃあどうぞ。中野部長。はい、業者収集のマンションにおきましては、ゴミの収集 のタイミングというのが、マンションによっては毎日収集とか、業者が収集するということの中で排出、入居者に関しては、非常に便利にゴミが出せるというような状況もございますので、おっしゃっていただいたように業者収集のマンションの方が分別の意識としては若干低くなりがちなのかなとは思っております。ただそういった状況も過去にはございましたけれども、現状それほど市収集と大きな差が出ている状況でもございませんで、一般廃棄物の収集許可業者と一緒になって我々の方も啓発をさせていただいておりますし、管理者に対する先ほど届けの義務のこともお話しさせていただきましたが、加えて管理者に対する講習会とか当然啓発ツールなんかもお渡しもさせていただいております。入居者向けのチラシなんかもご用意をさせていただいておりますので、市収集だからマンション、業者収集だからということで当然違いがあるわけではないので、来年度 のプラスチック製品の分別開始もありますので、そういった機会も捉えましてしっかり分別徹底していただけるように取り組んでまいりたいと考えてございます。大津委員。はい、ぜひ、よろしくお願いします。で、ちょっと同じような流れではあるんですが、ちょっと法律の建前も違うと思いますが、いわゆる業者が出す産業廃棄物ですね、産廃の回収も事業者が、ごめんなさい、京都市じゃなく、またこれも業者回収をされていて、これはもう一般ごみとは法律のくくりも違うと思いますが、その中でもやっぱり分別できるものできないものというのは当然産廃の中にもあると思うんですが、ここもやはり一緒くたに回収されている傾向があるのではないかなと思っていて、当然法律の枠組みも違うのであれですが、そうは言っても京都市全体として出るごみで分別リサイクルできるものはできた方が、それに越したことはないわけですが、ここに対する現状と対策みたいなことはどうなってますでしょうか。西川担当部長。産業廃棄物の分別リサイクル等の取り組みについてございます。産業廃棄物の処理責任、先ほど先生の方からもございましたように一般廃棄物とは違いまして、事業者の側で責任を持って処理をしていただくとような立て付けになってございます。で、産業廃棄物の、適正処理、3R こういったものの、推進のために、京都市の方では、産業廃棄物の処理指導指針こういったものを設けまして、排出の抑制それからリサイクルのさらなる推進それから適正かつ安定的な処理こういったものの確保を啓発しているというような状況でございます。大津委員。はい、先ほどの、一般ごみの場合は一定届け出があって調査もしてということがあったと思うんですが、産廃というのはやっぱそういうことはなかなか難しい、京都市として、啓蒙周知以外で、何か関わることというのは難しいんでしょうか。中野部長。はい、先ほど、事業活動によって生じたごみで、産業廃棄物ということでお話しいただいておりますけれども、それ以外にも事業系の一般廃棄物なんかもございますので、そういった部分から啓発活動というのは当然させていただくことはできる状況でございます。我々の方ですと分別啓発の取り組みといたしましては
延べ床面積が1000平米以上の事業用大規模建築物、まあ、こういったところに対しましても原料計画書みたいなものを出していただいてまして、3年に1回の立ち入り調査なんかもさせていただいているところでございます。それからそれに対しても管理責任者設けておりまして、管理責任者に対する研修会も実施しております。それからクリーンセンターにおける搬入物検査も当然させていただいている中で、まあ、不適物がありましたら許可業者を通じての指導、それからそれでもちょっと C の方も出張ってということであれば C も含めてさせていただいているところです。で啓発ツールとしましてもコミュニケーションって我々ものとして呼んでるんですけれども、排出事業者向けの啓発物なんかも年3回から4回ほど定期で発行しておりますので、そういったものも活用しまして許可業者を通じての啓発、それから C としての啓発、そういったことを進めているところでございます。以上でございます。ありがとうございました。まあ、どの形で出たゴミもですね、できるだけ分別リサイクルされるように引き続き啓蒙も含めて指導も、やっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上で終わります。では進行いたします。富委員。委員長。富委員。ご苦労さんです。私の方からは、東北部のクリーンセンターのまず改修工事についてお伺いします。クリーンセンターの、まあ、整備について、まあ、これからお聞きするんですが、まあ、本市ではゴミ量をですね、ピーク時である、まあ、平成12年の82万トンから、令和元年度には、まあ、半減させた。まあ、さらに、令和3年度は38万トンと、まあ、21年連続で、減少を、まあ、続けておりまして、これにつきましては大変、まあ、評価をしているわけです。それで、ゴミの減量をですね、着実に今後、まあ、進めることによって、ピーク時に5工場ございましたね、それが今、3工場に、まあ、減らしていると。で、ゴミ処理コストを、まあ、大幅にこれで、まあ、削減できているわけですが、この3工場体制をしっかりと、まあ、維持するためにはですね、経年劣化に対応、まあ、今後ともしていかなきゃならないと、まあ、回収をしていく必要があると思っております。そこで東北部クリーンセンターの、まあ、大規模回収工事は、まあ、予定通り一応完成はしていると、まあ、聞いておるんですが、これまでの経緯と、それから工事費用の総額を改めて、まあ、お伺いしたいと思いますが。田中適正処理施設部技術担当部長。はい、東北部クリーンセンターの大規模改修工事についてでございます。東北部クリーンセンターでは経年劣化により低下した性能を回復し、おおむね15年の延命化を図る目的で、平成13年の竣工から21年目にあたる令和2、3年度に大規模改修工事を実施いたしました。予定していた工事は令和3年度末にすべて完了し、現在順調に稼働しているところでございます。工事費につきましては、工事に着手しなければわからない劣化箇所を工事範囲外とし、例年のオーバーホールで対応するなど、工事内容を精査した上で、プラント設備工事、建築工事および建築設備工事の合計の工事費用総額は120億円でございました。120億円でございました。失礼しました。なお、国の補助制度を最大限活用することで、このうち51億円の国補助金を確保いたしております。以上でございます。富委員。総工事費用が120億円ということで、やはり、まあ、大規模改修するためにはですね、まあ、多額の費用がかかってくるということになりますね。しかし、まあ、安心安全な処理のためには、やはりお金かかっても、これは私は必要不可欠だと、まあ、このように思っております。で、クリーンセンターの改修整備の、まあ、実施時期とか、それから工事内容は、どのような考え方に基づいているのか、お答えください。
田中部長。クリーンセンターの整備の考え方についてでございます。クリーンセンターのプラント設備は効率的に設備の性能を維持するために毎年度のオーバーホールや部分的な改修工事の等の整備を行っておりますが、高温高圧や酸性の排ガスなどによって腐食しやすいといった過酷な環境の下で使用することから性能低下や摩耗の進行が早く、国が策定した廃棄物処理施設長寿命化計画、長寿命化総合計画策定の手引きにおきましても耐用年数は約20年が限界と示されております。はい、本市のクリーンセンターではこれまでから焼却炉やボイラー等のプラント設備の基幹的な設備を更新する大規模改修を実施し最大限の延命化を図ってきたところであり、東北部クリーンセンターにつきましてもこの考え方を踏まえ新京都市ごみ半減プランにおいて大規模改修工事を計画し実施したものでございます。工事内容につきましてはライフサイクルコストを考慮し必要最小限の経費で最大の効果が得られるようプラント設備は焼却炉、ボイラーといった主要設備を更新し建築設備は排水処理設備の水槽、電気室の空調設備、照明器具のLE 化などの整備を実施いたしました。以上でございます。トミー、まあいろいろと工夫しながら、まあ、今日まで取り組んで、来られたということですね。今の話聞いてますと今日資源めぐるプランにおきまして令和8年度めどに北部の今度クリーンセンター北部のクリーンセンターの大規模改修工事に向けたまあ、取り組みを進めると、まあ、されているわけですけど、まあクリーンセンターの場合はプラントが20年がまあ限度だと先ほどそういうお話があったんですが、まあ、そこでゴミの安心それから安全な適正処理を着実にやはり実施するためには、まあ、必要な時期と工事が行えるようですね、予算を確保することが私は必要であると思っています。いかに財政がですねこういう逼迫状態であってもこれはもう義務的経費と私は同じようにこう思ってるわけですが、このことをまあ関係部局でですねそれぞれ共有しながら、まあ、計画的に今後改修整備私はしてもらいたいと思うんですがこの辺についての決意はどうでしょう。田中部長。はい、ありがとうございます。北部クリーンセンターの大規模改修につ、工事についてでございます。ご案内のとおり、安心安全な処理、安定稼働の確保のためには大規模改修工事が、不可欠であることから、令和2年度に策定した資源めぐるプランにおいて北部クリーンセンターの大規模改修工事を、稼働から20年目となる令和8年度をめどに、計画し現在工事内容等の検討をしているところでございます。厳しい財政状況ではございますが、大規模改修工事の必要性を関係部局としっかりと共有し、財政状況を踏まえながらゴミ処理に支障を来さないよう、稼働後20年目をめどに大規模改修工事を実施してまいりたいと考えております。以上でございます。トミー。わかりました。まあ、ぜひですね、予算確保していただいてきちっと市民のために整備してもらいたいこのように思っております。次にバイオマスの取り組みについてですねまた現状についてもお伺いします。よろしいか。はい。令和3年度の決算で、クリーンセンターの売電収入を見ますと約14億円となっておりましてですね、南部クリーンセンターのバイオガス化施設の効果が大変まあ大きいのではなかったかなこのように思っております。このバイオガス化施設は、まあ、家庭ごみとして収集された生ごみをですねバイオガス化するものであって、まあ、京都市はこうした京都市全体の生ごみのバイオガス化の取り組みと並行して今度は地域における、生ごみの堆肥化の、まあ、取り組みについても、その取り組みを、まあ、進めてきた私はそのように認識しているんですが地域で堆肥化などに、取り組んで、もらうことがですね、市民の皆さんや地域の皆さんの、まあ、いわゆる 生ごみの減量にこれは、まあ、つながってくるといい、まあ、私は
機運の醸成にもつながってくるとこのように思っております。で現在のこのバイオマスの取り組み状況ですね、これについてはどのようになっておりますか。中野推進部長。はい、バイオマス の利活用についての取り組み、とりわけ地域での堆肥化等の取り組みについてのご質問でございます。本市ではこれまでから地域との関係で言いますと、地域に対しましてコミュニティ単位で共同利用する生ごみの堆肥化装置を設置する、そういった事業も展開しております。それから事業者の方になるんですけれども、社会福祉施設等に対しましても生ごみの堆肥化装置の購入助成なんかも実施しているところでございます。それから地域というよりは、市民になりますけれども、市民向けの電動式生ごみ処理機、それからコンポストなんかの助成事業なんかも実施をさせていただいてたところでございます。ただこれらの事業につきましては、4年度についてはこの間の行財政改革の取り組みの中で現在中止をさせていただいているところでございまして、とはいえこういったバイオマスの取り組みっていうのは非常に重要であると考えております。生ごみは全体のごみの中の燃やすごみの中の4割を占めているというような状況もございますので、こういう財政状況が厳しい中にあっても特にその地域と一緒になってバイオマスの取り組みを進めるということは非常に重要であるとこのように考えてございまして、そういったこともございまして、本市の事業として休止の事業はございますが、今一つはごみ減量推進会議の方で段ボールコンポストなんかの普及、こういった市民向けの生ごみコンポストの講座とか講習会、こういったものは継続もさせていただいております。それから今年度から の新しい取り組みといたしまして、アステム高度技術研究所の方と協力をいたしまして、京北地域で生ごみのバイオガス化に向けた実証実験、こういったものも開始しようとしているところでございます。以上でございます。富井委員。生ごみの堆肥化ですね、厳しい財政状況の中で今注意されているということについては残念やけれども仕方がないなとは思っております。しかしながらやっぱりこの取り組みはですね、やはり今後は私はやっぱり必要であるとこのように思っております。そこでですね、先ほど抗議権のアステムの話ございましたから、このアステムのまず どういうですね、この堆肥化についてですね、地域のコミュニティを生かしたということでございましたけれど、どういう取り組みを今お考えになっているのかですね、簡単で結構ですから述べていただきたいと思います。中野部長。はい、アステムの事業についてでございます。アステムの事業につきましては少し経過がございまして、今年度からの取り組みということで先ほどご説明をさせていただいたんですけれども、その事業の前進といたしまして、元年度から3カ年で取り組んでいるアステムの事業もございまして、こちらの方も環境省の受託事業、今年度からの事業も環境省の受託事業ということになってございます。前進のその元年度からの取り組みの方は廃食用油を活用しまして、成分解性 のゴミ袋を生成しようと、そういった実証実験しておりまして、その最終年度 の3年度令和3年度にその実際製造しました成分解性のゴミ袋を使って京北地域 の地域と一緒になりまして、実際バイオガス化できるかどうかみたいなところを生ごみを入れて実証もさせていただいたところでございます。で今年度の事業というのはそれを引き続きということで京北の方でバイオガス化施設を設置しまして、家庭 その生ごみも含めましてバイオガス化をやっていく、そういったことが計画されている、そういった状況でございます。富井委員。もう少しまた勉強させてもらいたいと思うんですけども、大変いい事業だと私も思います。そこでこれはあくまでもアステムの事業と、いうことなんですが、国の おそらくこの補助金とかですね、各省のいろいろ補助金、環境とか農林とかいろいろなところから、アステムさんそれずっとやっておられたんで、それを活用されての事業だと思うんですが、私は環境政策局としてもですね、これはやっぱり本来は京都市がやるなら仕事やと私は思いますので、ぜひですねアステムと連携をしてですね、
まあ、環境局中心にですね、アステムさんと一緒にぜひこの事業をやっていただきたいと思うんですが、その点の関わりについてはどうでしょう。中野部長。はい、環境政策局との関わりでございます。資源めぐるプランにおきましても、食品廃棄物や木質ごみ等のバイオマスのリサイクルの促進とか、あるいはバイオガス化を核とした分散型地域循環モデルの検討、まあ、こういったものもプランの中に掲載をさせていただいておりますので、今回のアステムの事業ということではございますけれども、環境政策局としても主体的に事業を推進を図るということで考えてございます。まあ、現状もアステムと一体的に事業を進めているところでございます。現時点ではまだ取り組みが緒についたばかりということで、バイオガス化施設の設置について地元協議の状況でございますので、まだまだこれからということではありますけれども、まあ、こうした取り組みっていうのは地域との一緒になって取り組むということが非常に重要でございますので、その点では環境政策局としてもしっかり力を発揮できる部分があろうかと思いますので、京北出張所ととも一体となりながらアステムと一緒になって取り組みを進めてまいりたいと考えてございます。富井委員。バイオディーゼル燃料化した時も、その時も私も関わらせてもらいました。大変でした。もうとにかくいろんなことがありました。でしかしながら、まあ、全国に先駆けてバイオディーゼル化、まあ、要するに BDF 化はですね、市民の皆さんから廃食油ね、集めさせていただいて、それをパッカー車に最初 100% で走ってたと。で市バスにも入れてたという、まあ今はまあ、B5 で 5% でやっておりますけど、まあ、定着してきたわけですから、ぜひですね、この事業もいろいろなことは困難さはあろうかと思いますが、ぜひ取り組んでいただきたいと思いますし、京都市が全国にまた先駆けてですね、ぜひとも環境都市として今後牽引してきて牽引してもらいたいと、このように思っております。で、最後にですね、今後この事業、まあ、いろいろなことがあるでしょうけども、ぜひ、まあ、できれば完結していただきたいと思うんですが、この辺についての決意を伺いたいと思います。山本環境政策局長。ありがとうございます。この二十数年間におきまして、富先生のご熱意と市民の皆様のご協力によりまして、バイオディーゼル燃料、あるいは南部クリーンセンターのバイオガス化施設など、本市におけますバイオマスの取り組みは大きく進んでいるものであるというふうに認識でございます。本市唯一の最終処分場であり、限りのある東部山間埋め立て処分地を一日でも長く活用するためには、燃やすごみの4割を占める生ごみを減らすことが、これが最重要課題の一つになってございます。その中で、ニルマルの観点も含めまして、プラスチックの代替素材としての成分改正プラスチックへの転換が大きな課題となってございますけれども、今回のこの実証実験につきましては、これを活用しましたごみ袋での生ごみの最新化ということでございます。これが実用化されましたら、生ごみの地域内循環、そして生ごみと生ごみ袋の一括回収及びバイオガス化による効率化など、さまざまな課題解決につながる本当に大きな大きな第一歩であるというふうに考えてございます。加えまして、京北地域の皆様には平成20年度から継続して生ごみのコミュニティ対比化事業にご協力いただいてきました経緯がございまして、そういった意味でも京北地域で行うことに意義があるというふうに考えてございます。先ほど先生の方から全国を引っ張る取り組みとして頑張れというふうなエールをいただきましたけれども、今回の取り組みの実現は生ごみのバイオガス化の取り組みの全国のモデルとなるものと確信してございます。環境政策といたしましても、市民の皆様のご理解ご協力のもと、アステムをはじめ民間事業者大学等のお力も結集しながら、地域循環型のモデルの構築の実現を目指してまいりたいと考えてございます。よろしくお願いいたします。富井、まあ、ぜひ頑張ってご努力いただきたいと思います。応援していたしておりますので、最後に、この新型コロナウイルス感染症のですね、ゴミ収集業務への影響についてお伺いいたします。まず新型コロナウイルス感染症のこの拡大によってですね、社会経済活動がストップしたり、そんな中にあってもゴミは収集しなければならない、はい、で必ずゴミは排出されるものですから、公衆、衛生を守るために、ゴミ収集業務は確実にやっぱり実施していただけたと、このように思ってるんです。で感染のリスクも、
感染のまあリスクも抱えながらですね、収集業務を続けるにあたっていろいろと困難やまあ大変苦労をまあされたこともあったと思うんです。そこで新型コロナのこの感染症拡大以降、家庭ごみの収集量にどのような変化があったのか、また町美化事務所ではどのような感染対策を今日まで取ってこられたのか、その点についてお伺いします。中野部長。はい、まずコロナ禍でのごみ量の状況でございます。特に家庭ごみということでございます。コロナの感染拡大後におきましては、外出自粛とかテイクアウトの利用なんかで缶瓶ペットボトル、それからプラスチック製容器包装なんかの資源ごみ中心にごみが増えているといったような状況がございます。現在もこの状況は続いてございます。一方で燃やすごみにつきましては、令和3年度下半期以降は感染拡大前を下回る状態で減少しているというのが今のごみ量の状態でございます。もう一点、町美化事務所での感染対策ということでございます。富先生ご指摘のように、ごみ収集業務は公衆衛生の維持の根幹ということでございます。この中であるということで、ごみ収集休むわけには当然参りません。一日たりともごみ収集滞りのないように努めていく必要があると当然考えてございまして、町美化事務所の感染対策といたしましては、マスク、手洗い、検温、パッカー車の消毒、そういった基本的な感染対策は当然対策は実施しております。対策も徹底しております。それに加えまして、感染の疑いのある職員が出てまいりましたら、事務所内の感染拡大をそこから広げることはいかんということで、速やかにその接触者を特定をいたしまして、自宅待機をさせるなんか の対策も取りながら、感染拡大の防止なんかも努めているところでございます。以上でございます。トミー。ゴミ収集員の方々はやっぱエッセンシャルワーカーでございまして、大変重要なポジションについておられると、私はもう今回ものすごく新たに認識をいたしました。そこでまた感染対策にですね、取り組んでいたとしても、感染者などの増加によりまして、職員数の減少とかですね、そのために感染者の減少、それから収集業務に支障をきたす可能性もなきにしもあらずということで、業務を今後継続するためにですね、どのような体制を今回の経験を踏まえてですね、構築今後されていくのか、これをお伺いします。中野部長。はい、ご指摘のように先ほど申し上げた感染対策を講じた上でも、やっぱり職員が感染広がるみたいなことはこの間もございました。コロナの第6波第7波の際には、一つの町美化事務所で多数の感染者が出た、そういったこともございました。ただこうした中にあっても、当然ごみ収集業務は継続してやっていく必要があるということで、あらかじめ町美化事務所等の業務継続計画といったものを策定をしております。こういった中で町美化事務所の職員がコロナの感染した場合であっても、業務確保に向けた総合応援の仕組みなんかも作っておるところでございます。具体的には感染者が出たときには、まずはエコマチステーション、所管のエコマチステーションの職員が応援に行くとか、あるいは本庁の職員が応援に行くとか、こういったことで対応をしているんですけれども、それに加えまして、どうしてもそれでも足りないといったときには、他の町美化事務所からの応援をさせていただく、こういったような体制を整えているところでございます。この間も実は実際3回ほど他の事務所からの応援ということで対応をいたしたところでございます。これによりまして、午前収集含めてごみ収集業務しっかり対応させていただいているところでございます。トミー委員。財政がこれも危機的な状況にある中で、こういう状況になったわけですが、今後も必要な体制をぜひ構築していただきたいと、このように思います。で、今約職員さんの 63% が民間委託ということになっておりまして、民間の職員さんもですね、社員さんもやはりエッセンシャルワーカーで、京都市の職員さんと同じ、市民はそのように見ておりますから、まず民間の社員さんに対してもですね、いろいろなその今後こういう必要な体制をですね、構築してもらえるようですね、ぜひとも民間の方々にですね、連携しながらやっていただきたいと思います。最後それを聞いて終わります。中野部長。
はい、ご指摘のようにゴミ収集業務は3分の2が民間委託ということで今現状させていただいております。市民から見れば同じ3色のパッカーで市内を練り歩いているというような、まあ、状況でもございますので、おっしゃったように職員と同じエッセンシャルワーカーであろうと思います。委託事業者におきましてもコロナの感染というのもございました。ただ同様の感染対策なんかも講じていただいておりますし、現状におきましては大きな問題は出ておらないかなと思います。それから収集の部分だけではなくて、今後委託化が進む中においては委託事業者の役割って非常に重要かなと考えてございまして、我々も本庁と委託事業者の組合10社との意見交換もさせていただいておりますし、事務所ごとの意見交換もさせていただいてます。こういった中で事務所と委託事業者の連携を深めまして、ゴミ収集業務しっかり取り組んでまいりたいと考えてございます。以上でございます。では質疑の途中ですが暫時休憩といたします。再開時刻は午後1時5分といたします。